コーヒータイム。今日はね、ルワンダですね。浅煎りのコーヒーです。まずはね、蒸らしから。で、今日は何の話しようかなと思ったんですけど、先週の日曜日、土日かな、もうちょい長い期間でやってたのかな、Amazon でね、またセールがあったんですよ。で、またまあそんなにね、大々的にやってたセールじゃなかったんですけど、 Amazon のセールって、まあ、大体ね、アンカー製品だったり Amazon 製品だったりとか、そういうのがね、安くなるんですよね。ということで、まあ、今回まあ、前々からちょっとね、考えがあって、アンカーのね、 USB の急速充電器、それをね、新調したいなというところがあったんで、まあ、それと合わせてちょっとしたものもね、買ったんで、それを紹介したいなと思います。まあ、一回アンカーのやつだけ見せちゃおうか。はい、アンカーのやつ、こんなやつですね。ちょっとコーヒー入れ終わったらね、ちゃんと開封しますけど、まあ、なんでね、これを買ったかっていう、まあ、その前に本当はね、欲しかったのこれじゃないんですよ。これよりも一個上のやつだったんですよね。ポートが、これね、 USB-C ポートが、ちょっと早めに入れる、USB-C ポートが2ポートで、 USB-A でタイプ A のポートが1ポートっていうね、そういうやつなんですけど、それで合計で 100W 出力できる、まあ、100W ってね、結構なワット数なんですけど、まあ、100W 出力できますよっていうやつで、ただ僕がね、最初欲しかったのは USB-C ポート3ポートで、でタイプ A が1ポートで、それで、合計でね、150W と入れ終わってしまいました。はい、コーヒー入れ終わりました。いやー、最近はね、やっぱ香りがいいですね。はい、ということでね、まずコーヒーいただくんですけど、またこれもね、カフェオレにしていただこうと思います。はい、コーヒーいただきます。うん、いい香り。美味しい。うん、このルワンダはね、ちょっと花のような香りがしてね、まあ美味しいんですよね。で、これに戻ります。で、このね、アンカーの充電器、ちょっと開けますかね。中身こんな感じですよ。かなりコンパクトですよね。このなんだ、この GAN ってなんだっけかな、ガリウムだ、ガリウムを使った、窒化ガリウムだったかな、ガリウムを使ったを使ったことによってちっちゃくなる、コンパクトにね、できましたっていう、そういうやつですね。うん、かなりちっちゃいですね。僕の持ってるやつってもっとでかい、こんなにでかいんですけど、それでね、USB-C ポートが1で A ポートが4つとかついてるやつかな、を普段使ってるんですけど、そうじゃなくて今回は C が2つで A が1って感じですね。で、本当は欲しかったのは3ポートついてるやつで、で最大出力が 150W いけるやつ、まあ、これ 100W なんですけどね、いけるやつを買おうと思ってたんですよ。で、買おうと思ってカートに入れといたんですね。で、そうしたらカートから外されてて、あれなんで外れてんだと思ってサイト見たら売り切れちゃっててちょうどタッチの差みたいな感じでね、売り切れちゃってて、まあその放置しちゃったのは良くないんですけど、まあ、それでね、買えなかったんですよね。まあ、こっちの方が安いんですけど、こっちは8000円ぐらいで、僕もその最初に欲しかったのは1万2000円ぐらいで、まあ値段的にはこっちの方が安いんですけど、 USB-C ポート3ポートぐらいあった方が今後の、使い勝手がいいんじゃないかなと思ってたんですよね。うん、まあでも、まあ、これでも十分かなと。で、なんでこれを変えようかなと思ったのかっていうと、今ね、会社で使ってるのってノート PC なんですよ。
で、ノート PC の充電ってね、まあここ最近の新しいノート PC を持ってる人はわかると思うんですけど、基本的にね、給電が、まあ一昔前のやつはね、AC アダプターから、その独自のね、ポートを、まあコネクタにぶっ刺してね、それで、充電するっていうものがほとんどだったんですけど、最近はね、Mac とかもそうですけど、USB-C で給電することがほとんどなんですよね、充電するのが。なので、で、しかもね、そういうのってでかいんですよ、バッテリーが。で、荷物もいろいろ増えちゃうでしょ。で、なんかめんどくさいなと思ってて、じゃあ、で、しかもね、携帯とか、なんか他のものとかを充電するのにも、USB のやつが結構必要なので、だったら1個にまとめられるこういうの買った方がいいんじゃないみたいな。そういう感じで、ちょっとね、出力の高いもの。で、アンカーだったらね、まあ最近ちょっとね、燃えたみたいなことを、ニュースで見たりとかしましたけど、まあ基本的にアンカーって性能がいいし、あと安心感もある。なので、アンカーのやつを買ったっていう感じですね。でね、本当だったら、このね、USB の A ポートもなくしたかったんですよ。ただ、なくせなかった理由は iPhone なんですよね。iPhone って、未だにライトニングケーブルっていうのを使ってて、で、ライトニングケーブルっていうのはね、あれ、USB A ポートからライトニングにみたいな感じのものがほとんどで、なので、つけざるを得なかったっていう感じなんですよね。本当はいらないんですよ。iPhone 以外は基本的には全部 Type-C になってるかな、今僕の。まあ外にね、持っていくもの、家の中でね、ちょっと古い工具とかなんかそういうのを充電しようと思うとね、そのバッテリー式の工具とかを使おうとすると、そうすると、USB-A からね、マイクロとかにね、マイクロ USB とかに変、して充電するものっていうのはね、接続するものが結構多かったりとかはしますけど、基本的に外で使うものに関しては、ほとんど、カメラとかの、このカメラのね、充電とかもそうですし、あと、Apple Watch ですね。Apple Watch の充電とかも USB-C から取るものがほとんどですし、ってなってくるとね、本当にね、Type A って使わないんですよね。なんで、いらなかったんですけど、本当に Apple のね、ライトニングケーブル、まあ、今年こそね、また今年の9月ぐらいに新しい iPhone 出てくると思うんですけど、今年こそね、ライトニングケーブル消滅してくんないかなと思ってるんですよね。まあちょうどね、今年は iPhone を買い替えようかなと思っているところなので、そのタイミングで来てくれないかなと、来てくれなかったら買い替えるのやめようかなぐらいね、ちょっと考えてますけど、はい。まあそれのためにちょっと買ってみました。ちょっと明日ね、また会社に行く、家ではね、別に持ち運ばないんで、その PC 純正のね、そのケーブル、その USB に出力してくるケーブル、充電ケーブルみたいなのをね、使おうかなとは思ってますけど、まあ明日会社にちょうどね、行く用事があるので、まあその時にこれをね、ちょっと使ってみようかなと思います。はい。まあ、最大で 100W で、他のポート使ったとしても 65W だったかな、一番上のポート。BC っぽいね、マークがついてますけど。ここのところは 65W って、かなり高出力なので、ちょっと明日試しをね、試運転してこようかなと思います。まあ、後で一回ね、試運転をしようかと思いますけど、家の中でね。持ってって使えないとね、バッテリー切れちゃって悲しい思いをするので、はい、まあとりあえずもう一杯、美味しい。で、あとね、他にも買ったんですよ。はい、これ除菌ウェットシート、これも前にね買ったんですけど、こういうやつね、この、まあ、ウェットシート、まあ、未だにね、そのコロナが5類になったからといってなくなったわけではないですし、まあ、コロナでね、習慣づいたその出先で食事をするときとかに、
まあ、食事とかあと何かしらものを触ったりとかねした時に手を拭く、きれいにしようみたいな習慣はかなりいいなとは思っているんで、続けていこうかなと思ってるんですよ。でそのためにまあウェットシートね、それなりに使用したりとかするんですね、アルコールので。アルコールウェットシートってそのまあ手をね、アルコールってもともとその手にねつくとあんまり良くないんですよね。荒れたりとかね、いろいろするんで、刺激物なので。なんですけど、まあそういうのがあるんで、基本的にというか、その手を拭く用のアルコールシートって、なんかね、アロエエキスとか、いらないものがいっぱい入ってるんですよね。で、そういうので、机とか拭くとアロエエキスとかいろいろついちゃって、ベタベタしそうじゃないですか。でもこれはね、本当にアルコールが 75% 以上入ってて、でしかもそういう余分なものがあんまり入ってない、エタノールと精製水とグリセリンと塩化ベザルベンザルコニウムっていうのがね入ってるっていうだけのものなので、まあこれがね一番なんか最近使った中で一番良かったなというところでまた買い足してみました。うん、でこれでねちょっとね一個だけある、あの難点があるのが、ここのねこの蓋のところが、そのちょっとこのなんていうの、まあ基本的には機能してるんですけど、ここの部分のね、なんか貼り付ける範囲が狭いからなのか、ちょっとアルコールが強すぎるからなのかわかんないですけど、ちょっと使ってるとね、使い切る前にここがペロペロになってきちゃうんですよね。なんでちょっと上からねマステを貼ってで運用したりとかしてるんですけど、そこら辺がねちょっと蓋が閉まりきらないみたいなのがあったりとかするので、そこら辺がちょっと使いづらいかなというところではあるんですけど、まあ値段もねそんなに高くないですし、うん、効果的っていうかね、これ他のねウェットシアルコールウェットシートとはもう本当に違うぐらい、これ開けた瞬間にアルコール臭いんですよねめちゃくちゃアルコールを感じられる、うん、なんでこの 75% っていうのは嘘じゃないなっていうぐらいちゃんとねアルコールを感じられるので、しっかりと除菌したいっていう場合にはこれいいんじゃないかなと思います。アルコールって100% でもその除菌能力が低くて、ちょうどね 70% ぐらい、 70% から 80% ぐらいがね、その除菌能力が一番高くなるっていうのがあるんですよ。なので、まあ、そういう意味でもねこれがいいんじゃないかなと思います。はい、まあその使ってる間にねちょっとアルコール飛んじゃうみたいなのもね考えつつ、考えると 75% ぐらいこれがいいんじゃないかなと。まあこれはね概要欄の方に貼っておきます。まあさっきのやつもね概要欄の方に貼っておきます。はい、あとはもう一個こんなもの、こんなもの買ってみました。これねほとんどの人はこれ何っていうね、まあ一生使うことがない人も多分いるでしょうという感じなんですけど、まあ、ヒートガン、ここにヒートガンって書いてあるんですけど、ヒートガンというよりはエンボスヒーターっていうものですね。ちょっと中身開けてみますけど、エンボスヒーターって何かっていうとですね、こんなものですね。ちょっとでかいんですけど、ここから、まあ、これね、電源コードに電源にねつなげて、でこれスイッチ入れて、そうするとこっから熱い空気が出てくるんですよ。でこれにこれを使って工作とかをするっていう、そういうもの、工作に使うっていうね、そういうツールですね。まあなんかなんだろう、ハンダ付けとかね、ほとんどの人やらないと思うんですけど、ハンダ付けした時とかに熱収縮チューブって言って熱を当てるとね、例えばこう電源ケーブルとかこうやってねつなげた時に、ここの上にそのまんまだとむき出しだとね、どっかについた時とかにショートしちゃうんで、この上にビニールのかぶせるんですよ。でそのかぶせるチューブっていうのが、ライターとかね、火で炙るとキューッとこういう何ていうの、輪っかになってるやつをここに入れて、で熱で炙るとシュッとこう固まってくれて、でぴったり閉じられるっていう、そういうものなんですよね。
なんでそういうのを使ったりとか、あと、まあ、今回なんで買おうかなと思ったかというと、最近買ったね、3D プリンター、 3D プリンターのレジンっていうのを、ちょっと汗かいちゃった、レジンっていうのをね、ドボドボって入れるんですけど、レジンの中にね気泡ができるんですよ。気泡ってね、空気の粒ですよ。でそれがね、ちょうどそのプリントした時にそこの気泡の部分が当たると、そうすると、まあ、気泡なんでね、そこのところに空間ができちゃうわけなんですよね。で空間ができちゃうとそこのボコって、ね、へこんじゃってうまくプリントができないと、そういうことがあるんですけど、このエンボスヒーターっていうので温めてやると、その気泡がね、その気泡って空気なんで、空気が温まれるられると膨らむじゃないですか。で膨らむとね、そうすると浮きやすくなって外に排出されるんですよね、気泡が。なのでそういうのでも使うとか、あとは型取り剤とかもね、熱で温めて柔らかくしてね、その上に型をってか物をね、型を取りたいものを押し付けたりとか、なんかいろいろとね工作に使えるんですよね。で前までヒートガンっていうね、もっとでかいやつ持ってたんですけど、それはね温度がね500度ぐらいまでいっちゃって、ちょっとしたものをやるにはすごい使いづらかったんでね、空気もすごい、なんていうの、威力が高いし、もう燃えちゃうみたいな、そういう感じだったんですけど、これはね、確かね、温度設定が2つできて、200度と350度、弱が200度で強が350度っていうね、そういう風に切り替えられたりとか、まあヒートガンの500度に550度とかね、そんくらいにするとだいぶ温度が低いんですけど、まあそういう風にねできるので、まあ比較的安全だし、まあ、使いやすい温度帯ですよね。ちょっと持ってくるか、昔のやつ。はい、持ってきました。こんなサイズですよ、これでかいでしょ。ワット数もすごいんですよね、これ。1800ワットから1000ワットって書いてあるんですけど、めちゃくちゃね、まあ、これもね強弱があるんですけど、めちゃくちゃね威力が強い。まあもちろんこういうのが必要な作業とかもあるんですけど、まあ僕が使うにはねちょっとオーバースペックすぎちゃって、だいぶ使いづらいなというところだったんですけど、もうこうヒートガンっていうだけあってね、銃みたいな格好してますけど、でかすぎちゃって、そもそもねこのサイズですよ。まあ、これね、その手がなくなったのと、ちょっと細くなってスマートになってる感じですね。うん、でしかもね、これこんな感じで足をね出して、こんな、まあ、3段階切り替えられて、これでね手を離した、ハンズフリーでもね作業できますよみたいな感じになってるんですけど、っていう感じでこういうのをちょっと買ってみました。まあこれでいろいろとね作業がはかどるかなと、工作作業がっていう感じですね。はい、まあこれは欲しい人にあげようかなと思ったんですけど、欲しい人いないもんな、こんなの買ってもねそんな高くはないんですよ、うん、実はね高くはないんですけど、うん、ですけどっていうねところですよね。はい、っていう感じでした。まあね、いろいろと、まあ、Amazon ですね、ちょこちょこセールをやって、まあ、アンカーだったりとか Amazon 製品とかで、ね、すごい安くなったりとかするんですけど、それ以外でもねなかなかなんかセールされてるものとかあったりとかするんで、ぜひね、まあ、そういうチャンスっていうのを逃さず買うとお得にね買い物ができるんじゃないかなと思います。って感じで。